2021イースター記念家族賛美大会本戦進出10チームをご紹介します。エントリーナンバー1幸せなボーンチ、エントリーナンバー2天の希望、エントリーナンバー3希望、エントリーナンバー4マラナタ、エントリーナンバー5牧者の実、エントリーナンバー6ジー・キラン・キム・オンナ、エントリーナンバー7栄光、エントリーナンバー8バクチュヌ君一家、エントリーナンバー9光の村、エントリーナンバー10愛。イースター記念家族賛美大会第2編。4月4日に放送された賛美大会の本戦は事前収録されました。コロナ防止対策に従ってスタッフと参加チームの安全のために消毒は徹底的に、そしてリアルな感動を伝えるために全スタッフが最善を尽くしました。本戦の審査基準に従って公正に審査をしてくれる審査員の姿が見えます。教職者会長イミギョン牧師とインマヌエル、シャローム、金の光ナザレ、ヒンドル聖歌台の指揮者です。生徒の皆さんもオンラインで見ながら恵みも受けて、一緒に賛美もして、それぞれ気に入ったチームを選んで人気投票をしました。いよいよ本戦が始まります。生徒の皆さん、幸せなボーンチチームに盛大な拍手をお願いします。本戦チームの中で多様な楽器を演奏しながら賛美した家族もいました。練習時間が足りなくても主に愛の心を表現しようと最善を尽くしたそうです。名前のように希望に満ちたチームです。賛美が終わっていかがでしたか？ちょっとプレッシャーはありましたが、無事終えてほっとしてます。少しでも栄光を捧げられたならそれで嬉しいです。突然父が癌だと言われました。賛美大会のお知らせを聞いて参加したいと思っていた時だったのに、父が突然入院して病院に通うようになったから練習する時間があまりなかったんですが、なんとか応募して本戦にまで上がったのは神様の恵みと慰めだと思います。父が入院する前、
大教区長が来られて礼拝もして祈ってくださったし、手術の結果も良かったのです。それで2ヶ月の予定だったんですが、早く退院できたので本選収録に間に合ったのです。これは神様の祝福なんだと感じました。練習しながら家中に賛美があふれててとても幸せでした。本戦の練習をしながら家族で話もして、楽器も一緒に演奏できてとても良かったです。そして普段聞きたかったことや話せなかったことが話せて良かったと思います。家族の中で特別な証があるなら、弟が入りたいと思っていた大学がありましたが、今回ピアノ実用音楽科に合格したし、全額奨学金ももらいました。それで感謝しながら幸せの心で本選に備えることができました。年の初めにマガジンの撮影をした後、発表があったんですが、予想よりいい結果だったので祈りに応えていただいて幸せでした。大学生活が始まって帰りが遅かったりしたんですが、本選の練習をしながら信仰も守ることができたと思います。世で光と塩になって、いずれは教会の職員になりたいと思っています。私も話していい？ダメ。なんで？お母さんにも一言言わせて。何？私が祈ったことカットされるかも。息子が入った大学には上手な人がたくさんいるから、私は神様に息子がそこでも認められてみんなに愛されて神様の栄光を表すようにと祈ったんです。そしたら息子が今大学で人気者になったと言うんです。そして頑張ってるからできると信仰の告白をするのを見て嬉しかったです。よかったですよ。カラフルなベスト姿のこの家族、緊張しているようです。今日は次男ソーダミン兄弟の夢が叶う日だそうです。子供の時講談でピンマイクをしている人に憧れていたんですが、今回夢が叶えられて感謝です。今はエリアの時のようにで、バラナタチームです。拍手で迎えましょう。振りがパッチリでした。相当練習なさったと思いますが、シンプルにステップをしながら互いに一つになる姿を表現しようとしました。それぞれ生活があるから、最初は練習大丈夫かなと思いました。前は礼拝の時間になると集まって、終わったらそれぞれの部屋に入って、ダニエル祈祷会の時間になると集まって、終わったらまたバラバラでしたが、本戦の練習をしながらしょっちゅう集まるようになって、互いにできないところをチェックしたり教えたりしながら、相手に合わせるからもっと仲良くなって会話も増えて表現もできるようになったし、今回をきっかけに得たものがたくさんあります。4月か5月頃には軍隊に行きますが、行く前に家族と一緒に練習しながらいい思い出を作れて感謝しています。
コロナのためみんな辛い思いをしていると思いますが、イースターを迎えて生徒の皆さんに喜んでいただこうと思って、テンポの速い曲を選びました。頑張りましたが、どうだったか。今度は牧者の実チームに会ってみましょうか。私は両目の視力が悪かったんですが、本戦に備えてコンタクトレンズを作ろうと思ってメガネ屋さんに行ったら、そこで両目の視力が良くなってて、今のメガネと度数が合わないから違和感があったでしょうと言われました。視力が良くなっていたことが今回分かってとても幸せでした。私は小6の時教会に来て、家内は高3の時教会に来ました。一緒に信仰生活をしていて、結婚もして、その愛の実としてイェウォンを授かりました。道会長先生の家庭を見てみると、いつも神様の愛があふれているのが感じられますね。本選に備えながら先生のご家族を見習っていけば、きっと新しいエルサレム牧者の城にとどまる霊的な家族になれるだろうと思いました。片言の韓国語ですが、賛美の歌詞に心を込めて練習しました。中国教区のジー・キロアン・キー・モンナン執事夫婦です。今の心境は、とても緊張してます。頑張ります。私は2010年8月頃健康診断を受けたら、リンパ腫血液がんステージ1だと言われました。抗がん剤治療を3回受けた頃、親戚に伝道されて万民教会に登録しました。牧師館で道会長先生の祈りを受けて、その後病院に行ったら、がん細胞がなくなったというんです。本当に感謝でした。私たち夫婦は中国で生まれて、また周りもみんな中国人でした。それで家で2人で話したり、電話で話す時も中国語を使ってます。楽だから。道会長先生の本を読むキャンペーンが始まった時、主人に今回の機会を逃さないでチャレンジしてみたらと勧めました。主人は最初はちょっとためらったんですが、今年は使命もいただいたから聞き従わなければやってみると言いました。それから1週間ぐらい経ったんですが、2冊目を読んでいると言うんです。それからしばらくしたら5冊読んだと言って、私もびっくりしました。主人は先生の本を読みながら多くを悟って、道会場先生ももっと信頼するようになったと言ってました。はい、とても恵みを受けました。10冊全部読みました。私たちはあまり歌が上手じゃないから大丈夫かなと思っていたんですが、本選にまで上がったのは
私たちの実力ではなくて、すべてが父なる神様の恵みだと思います。また来られる主への舌を心で熱く賛美したパクチュヌ君一家チーム、天国の宴会服を連想させる衣装と小道具が印象的だった栄光チームは、十字架の愛を賛美しました。栄光チームのストーリーを聞いてみましょうか。今歌い終えたばかりですが、何か心残りとかありますか？中国大教区の皆さんがとても期待しているのに、今日私がミスをしてしまいました。最後のところでリズムがずれて、そのミスが心残りです。私たちは練習する時間があまりありませんでした。主人は朝4時か5時に仕事に行って、夜遅く帰るから食事してダニエル祈祷会をした後練習をするんですが、主人はちょっとだけ寝ると言っていびきをかいているんです。娘と私は急いでいるのに、それで主人を起こすと、うんと返事はしても起きられないんです。奥さんが暴露しているんですけど、はい、そんなこともありました。でもとても感謝でした。私はそもそも音楽について全然知らないし、リズム感もない人ですが、でも今回神様が恵みをくださって、イースターを迎えて講談でこんな風に賛美できるようになりました。牧者の愛と恵みがなかったなら、多分できなかったと思います。私たちは地震の放送を見てこの教会に来ました。牧者の祈りを受けて、いろんな病気も癒されました。私も主人も娘も本教会に来て、祈祷会とか礼拝の時、講談で賛美している方々を見ながら、うちの娘たちもあそこに立って神様を褒めたたえればいいなと思ったりしてたんですけれども、実際こんな風に講談に立てるとは思わなかったんです。父なる神様が私の心を知って恵みをくださって、今回本選に上がってとても感謝です。うちの家族の夢が叶えられました。夢が叶った家族ですね。はい、今回2021家族賛美大会の本選に進出した市教会のチームで、同じ教会所属だそうです。どこですか？광주만민教会です。まず박형열牧師一家の光の村チームをご紹介します。Thank you.
ただいまよりイースター記念家族賛美大会の授賞式を始めます。この日夕方礼拝には本選10チームが聖殿に来ました。ドキドキしながら本選の結果を待っています。人気賞はオンライン投票した2000人のうち 17% の賞を得たパク・ジュヌ君一家チーム、銀賞は牧者の実チーム、金賞は栄光チーム、グランプリは希望チームが受賞しました。受賞できなかった他のチームも、主への愛の心だけはグランプリでした。皆さんおめでとうございます。父は数日前グランプリを受ける夢を見ました。それで密かに期待していたんですが、今日他のチームのしているのを見たらみんな素晴らしくて、グランプリは難しそう、心で受けたと思って満足しようと思って期待してなかったんですが、こんなに尊い賞をいただいてとても感謝です。ありがとうございます。家族賛美大会を終えて、家族とは、家族とは人間工作の縮小版だと思います。親を敬って、兄弟を愛して、夫婦で愛を分かち合う、そういう工作のモデルだと思います。父なる神様を愛して、隣人を自分自身のように愛する練習をする、実習の場が家族ではないかと思います。本選の練習をしながら、家族がもっと一つになって、互いに愛して譲って理解するようになりました。それでもっと幸せになって、笑い声も増えました。家族が一つになる時間でした。コロナ禍の中で自分の信仰生活が神様の前に申し訳ないところもあったんですが、今回をきっかけに心が熱くなりました。聖殿が移転するようになれば、今回がここでの最後の賛美大会かもしれないから、賛美を喜ばれる神様に家族が一緒に講談で賛美を捧げることができて、すごく感謝です。とっても幸せでした。家族と一緒でさらに意味のあった時間、心を合わせて愛する主に賛美を捧げます。主に捧げる感謝の賛美、このチャンネルで癒しの祈りを受けて癒された方がいらっしゃいましたらご連絡ください。また
先生の癒しの祈りを受けたい方は遠慮なくご相談とご連絡くださいますようお願いいたします。